農業和田徳夫です。契約栽培が主でして、採取といいますか、種を取ると書いて採取といいますけども、寒暖、大根、白菜の採取をしておりますし、それからここに今ホップがあります。それから今年から新たにソバージュトマト、ソバージュ栽培のトマトを作ろうというのを思っていますし、それからわずか若干ですけども米も。ホップはまあちょっと作物的に特殊ですので、まだもちろん初めてですし、ただこのホップの性格上これビールになるんです。高齢化進んでまして、若い人いませんけども、まあ、中高年は業者がおるわけでして、まずおっさんを元気になる、でその辺をビールで釣って、そしてみんなでホップ作るぞというような新しい状況を作り出して、おっさん元気になったら、まあ、もちろんおばさんも元気になった。ほんたら若いもんが帰ってきたら地域が、ね、盛り上がるの。なんかもうちょっと楽しいことができるかなというのが思います。米が主体の地域の農業の、青写真をやっぱり変えるなということを実感として持ちまして、予算町の農業はほんまにいろんな人がいろんな知恵を持ち寄って、やっぱり知恵と力をどう結集していくかということだと思うんですよね。例えば先ほど言いましたように、ソバージュ栽培のトマトあたりでもやっぱり産地化をしていく、産地化をしていくためにはより品質のいいものをよりたくさん作っていくという方向で、今日までの中心であった米に代わる作物をまたみんなの力で育て上げていくということだと思います。